もんちゃ翔太です。今回なんですけど、まあ新しく来たですねブリューンヒルド、まあブリューンヒルドが悪いわけではないんですけど、まあちょっとインフレが一気に進んだっていうところで、まあちょっと今の気持ちについてですね、話していきたいなというふうに思います。まあ特にこれを話そうっていうのはあまり考えてないんですけど、いやまあとりあえず結構ショックを受けましたね。あのちょっと私もですね言われて気づいたんですけど、まあ、ちょっとこれラッキー割引の画面なんです。よっぽど大丈夫だと思うんですけど、上見てほしいんですけど、ブリューンヒルドのところですね、しれっと聖って書いてあるんですね。まあ、ちょっとこれこの呼び方が正しいかわからないんですけど、まあ、巷では MR 聖っていう新しいレアリティが来たというふうに言われていて、まあ、多分そうなんでしょうね。まあ、MR 聖っていう名前が正しいのかどうかっていうところはあるんですけど、実施レッド新レアリティが追加されたと、まあ読み替えることもできるかなと思います。まあ特にですね、イベントとかは、イベントというかこういった告知とかは一切ない中で、いきなりですね、MR が来た際は、生放送かなで、新レアリティ追加しますっていうのが来て、1000円装備はどんな感じで来たっけな、ちょっとあまり覚えてないんですけど、確かロビーの時だったと思うんですが、まあ、ロビーで事前に1ヶ月前ぐらいかなになんか始まりますよみたいなのは来ていたような気がします。で今回ですね、いきなりこの MR 星が来たっていうところで、まあ、今後来るキャラクターっていうのは多分通常の MR キャラクターと MR 星のキャラクターに分かれていくと思うんですね。多分月にどうですかね、まあ、みんな MR 星になったらちょっと話変わってくるんですけど、まあ、月に1名ぐらいかなと個人的には思っているんですが、まあ、MR 星のキャラクターが今後とちょこちょこ現れるのかなというふうに思います。で、まあ、一応ですね MR 星のキャラクターに関してはガチャを引くことによって、絆の水引きが原宝でガチャを引く、ちょっとここがいやらしいところかなとは思うんですけど、原宝でガチャを引くことによって絆の水引きが返ってくる、っていうところがありますんで、まあ一応大幅な値上げではない、絆の量としては 20% 上がってるんですけど、まあ実質はまあ 10% ぐらいの値上がり、まあ値上がりであることには変わらないんですけど、まあ特に絆の水引き台とかでMR キャラクターを取られる方はですね、絆の水引きでガチャ回すことになるので、原宝を消費しないっていうことになりますんで、そうですね、まあ、これはどっちかっていうと課金の催促かなと思いますね。絆の水引き台、あれ結構お得に絆の水引きを回収できるものになっていて、基本的にこれまで MR のキャラクターを取るだけを考えると、あれで課金するのが一番ですね、まあ、現金の消費っていうのは抑えられていたんですけど、まあ、原宝を消費することで、絆の水引きが返ってくるっていう方式、花の水引きの場合はガチャの回数だと思うんですけど、いや、ここを原宝にしたっていうところが本当にいやらしいなと思いますね。ここをガチャの回数にしてくれていれば、これまで同様ですね、別にこれまで同様ガチャの絆の水引き台ですねを引くことで絆の水引きが返ってくるっていうところでまだ良かったと思うんですけど、これ炎上してないんですかね。炎上する人もそんなにいないのかもしれないんですけど、まあちょっと原宝でっていうところがあるんで、まあ通常の課金ですね、まあ課金 しないとまあちょっとガチャの回数っていうのが増えてしまう、ガチャの回数というか、まあ実費で、引くガチャの回数が増えてしまうっていうところがあるので、そこが非常に残念なポイントだなと思ってます。で、まあこのキャラクターもですね、ちょっとキャラクターのステータス画面いきます。まあベースはですね MR のキャラクターと一緒なんですけど、 MR 星のキャラクターはですね神髄共鳴スキルが2つに加えて、まあ新しく精霊覚醒っていうスキルが追加されて、この精霊覚醒は多分
多分最初の4行のところに当たるのかなと思います。まあ、自身が場内にいるとき味方が筋力値の2倍分筋力ダメージをカット、で自身の、筋力、敏捷、知力、攻撃力、ダメージ受けるダメージが 70% カット。ここまでが精霊覚醒なのかなと思いますね。精霊覚醒に対するですね、ヘルプなりなんなりが全くないので、いやちょっとそれぐらいは用意してほしいなというふうには思いましたね。なんで一切説明がなくこういったものが追加されたのかっていうのが全然よく分かってなくて、今後ですね、この MR 制が、まあ、例えば11名 MR 制とかになってくると、こことんでもないことになりますよね。これ味方がっていうのは、まあ、多分自分も含むんですよね。まあ、自分含まないとしても、まあ、残りの5名もこういった精霊覚醒による味方の、まあ、実質無条件のバフっていうのが追加されると、防御無視ダメージがどん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 通らなくなっていって、まあやっぱり MR 来た当初っていうのはどんどん防御無視ダメージが強くなっていって、耐久っていうのがあんまり機能してないっていう状態になっていたんで、まあ、それはちょっと残念だったところはあるんですけど、今はですね、1000円装備が追加されたことによって、毎ターンバリア、まあ、自分の HP を上回るぐらいのバリアが全部回復してしまうっていう風な、なんかとんでもないことに、まあ、上位の方々の中ではなっていて、なかなか戦闘が終わらないっていう風な問題があった。問題というか、まあ、なかなか戦闘が終わらない、ような環境になっているかなというふうに思います。で、こんなですね、味方全体のバフであったり、まあ、精霊覚醒が味方へのバフと自身へのバフ、まあ、これら2つをセットで精霊覚醒なのであれば、まあ、自分のバフの部分ですね、このキャラクターだったらどっちかというと耐久より、まあ、攻撃よりの精霊覚醒も出てくるのかもしれないですけど、まあこれがベースになっているとすると、味方全体に、まあ、防御無視ダメージのカットを入れて、でなおかつ自分には、さらに防御無視の、ダメージカットを入れているような状態になって、こんなキャラクターがですね、まあ、11名もいると戦闘終わんなくなっちゃうような気がするんですよね。で戦闘が終わらなくなると何が問題かって、防衛側が勝っちゃいますよね。確かあれターン数最後までいっちゃうと、なんでまあもしかしたら攻めた方が倒しきれずに負けちゃうような環境にもなっていってしまうんじゃないかなって、ちょっと、ヒヤヒヤしてますね。火力面はあんまりインフレしてないかなと私は思ってるんですよ。どっちかというと耐久面にインフレしたなというふうに思っていて、でなんか最近耐久面へのインフレしかしてないような気がして、まあレオニダスとか、まあそういったキャラクターが実装されたりだとか、まあ1000円装備が実装されたりだとか、まあそういった中でこういったキャラクターですね、このキャラクターもどっちかっていうとレオニダス寄りの、キャラクターなのかなと。てかレオニダス潰されてない、大丈夫？まああれか、撃砕を確実に付与できるわけではないのか、このキャラクターは。うん、灼炎の時のスキル2で撃砕なんで、まあ、スキル1で撃砕をばらまくレオニダスとは違うので、まあ、なんか一緒に使えばいいんですよね、この辺って。まあ、レオニダスと一緒に使ってやると、大変なことになりますよね。超運も硬い副将だったと思いますし、最近はちょっとこういうキャラクターが非常に多く来ている中で、まあ、さらにその耐久面に、まあ、追い打ちっていう表現が合ってるかわかんないですけど、まあ、追い風か。耐久面の追い風になるようなキャラクターが来たっていうところで、まあ実質このキャラクター6回復活できるんで、うん、どうしたのって感じですよね。復活で6回もやっちゃって、で復活のたびに、まあ、何かしらの、まあ、耐久面を底上げしてくれるようなものもつけてくれる、まあ雷回がついた時はちょっと微妙かもしれないですけど、うん、まあ、とはいうものの毎ターン援護聖護に入ることはできるんで、まあ、ちょっと復活のタイミングだと援護聖護入っちゃったり入らなかったりするんで、まあ耐久面ちょっと使いにくいところは多少あるかもしれないんですけど、結成聖護もあるもんな。まあ、そうっすよね、行動するたびに味方も回復しちゃうんで、
まあすごいキャラが来たなって思っ、まあこのキャラクター自体もとんでもないキャラクターだし、今後精霊覚醒がどんどん増えていくと、これちょっと一回火力もまたインフレするんじゃないかなと思いますね。そろそろさすがにこのままだと戦闘が終わらなくなるような、まあ私はそんなところで戦ってないんであれなんですけど、あの上位のまあ1000円ガチガチみたいな方々で、まあレオニダスとかそういったキャラクターもいるような上位の方々の戦闘ってもう今だいぶ長いと思うんですよ。20ターンとか平気でかかることもあるような状態だと思うんで、まあ大昔はですね、あのまあ火力が低かったんで SSR とか UR で戦っていた時代っていうのは、まあそういった時は防衛しきって勝つっていうことも結構あったんですけど、私自身もまあちょっと、まあそこから防御無視のキャラクターですね。まあ、特に、まあ当時は温泉のリクソンと脅威かな。あの辺のキャラクターがめちゃめちゃ強くって、防御無視のダメージも出せるっていうところで、まあそういったキャラクターを駆使しつつですね、まあ防御無視ダメージの火力を伸ばしていって、敵を倒すっていうのもあったんですけど、まあ今は、どっちかというと耐久が強くなってきて、さらに耐久が、耐久に追い風があるような、まあ、精霊覚醒っていうのが追加されたっていうところで、そうっすよね。神髄共鳴スキルもそうか。どっちかというと耐久寄りですもんね。まあなんで、いや、そうなんだろうな。まあちょっと今回だけで言うと、このキャラクターはぶっ壊れキャラクターで、あの皆さんぜひ取ってくださいっていう風なあのキャラクターになってますね。まあ、そうですね、美化金の方も俳句金の方も全然使えるキャラクターになっておりますと思うので、まあ、ちょっと気になるのはダメージカット自体は 50%、まあ、これでもパーセントダメージだけの話なんで、あの防御無視ダメージは実質 85% カットしているような状態なんで、まあ、あまりダメージ受けないと思いますけど、まあ非常にぶっ壊れたキャラクターが来たなという風な印象です。で、今後この精霊覚醒を持ったキャラクターが、まあ、どんどん出てくる。特に MR どうなるんですかね。あ、MR アバターの方。MR アバター星みたいなキャラクターとかも来だすと、今 MR アバ化してるキャラクターどうなるのっていうところもありますし、そうですよね。まあ、ちょっと、この同一レアリティと見せかけて、しれっとレアリティ変えてくるのは、ちょっと説明が欲しいなっていうふうには思いました。もしかしたら運営さん、なんか今回の件で謝罪とかあるかもしれないので、まあ、私もそちらはチェックしておこうかなとは思うんですけど、戦装備の時、確か、運営さん謝罪してたかなと思いますので、まあ、ちょっとそういったものがないか、Twitter とか Discord とか見ながらですね、まあ、言おうかなとは思ってるんですけど、いや、まあ、今回は、まあ、これで、まあ、いいかなと思うんですけど、次回ですね、まあ、毎週、このレベルのキャラクターが来たら、ちょっと、今のキャラクター、全部入れ替えないといけないような環境になっていくと思うので、それだけはちょっと勘弁いただきたいなと思います。まあ、ちょっとただの雑談になってしまいましたけど、まあ、ちょっと今の気持ちについて話しました。これで今回の動画は以上にしようと思います。もしよければメンバーシップの登録、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。